もう読んでる。多分これつけないと見えないでしょ。あ、やばい、ナンバープレート。フルマンタンでやろうから。こっちはもう完全不気味だから。あれに似てるかな。なんだっけ、あそこ行った時トンネル。レンなんかと何だっけさ。八王子。八王子のそう。八王子トンネル。あそこのトンネル向かう時みたいな道にすごい似てる。これ光った。さっきね誰もいないのこれ光ったの。これ怖いな。いや、それは怖いですね。うん、ちょっと首切り場の方はね、ちょっと本当にちょっとこう気持ち悪い。ああ、うん。多分飽きちゃうでしょ。ずっと同じところ。ああ、多分飽きちゃうと思いますよ。やっぱ、うん、ずっと同じところだと。もう話も同じ。そうそう。あ、首切り遠いんですか。いやいや、全然遠くないですよ。あそこの街灯が1、2ってあるんじゃん。あ、はい、そこ2個目のとこが出口なんだ。おー、この透明音っていうと、あ、うん、全然遠くないですよ。何、トラック、トラックなんか車を撮ってるんですか。来ますよね。まあ最初不気味なムードを。結構あれですね、不気味。まあこれ2人だからいいけど、なんか1人だと結構不気味ですね。でもなんかこれあれだな、なんだろう、その同僚堂、その同僚堂後に、やべ、水行く、なんか道にもなんかこう、あれ、こういう結構不気味な道もありますよ。やば、真ん中はこれちょっと水が溜まってる。やばいですね。こんなところに夜勤で行く人は嫌だ。嫌ですね、これ絶対嫌だな。しかもあれ、心霊スポットかと漏れなくついてるけど、さすがにちょっと、うん、嫌です。首切り場はやっぱりここもやっぱ地元のガキどもここよく行くから。ああ、暇なめしで。で、結構いるのか。今あ、いねえか。しかも時間も時間だしな。たまにね、はい、よく奥に駐車場があるんだけど、はい、そこでなんか怪しいことしてるカップル。何やってんだみたいな。前に中継しに行った時いて、あ、なんか慌ててなんか、なんか、やばいです。なんか慌てた動きしてたけど。車？違う。車じゃねえか。一瞬車かと思ったな。山本さんも一回夢中になっちゃうとずっとやりたくなっちゃうんだね。ですね。まあそれでみんな楽しんでくれればいいけどね。まあただやっぱ飽きちゃう人は飽きちゃうから。うん、多分飽きる人もいればもう次行かないのって思う人もいるし。ですね。えの？太鼓？太鼓の音します。太鼓みたいな。そうでしょう。なんか音しますね。え、これ家ないですよね。ないこれだったら白も全部。こんなとこで太鼓の音すんの。マジ話してる。してますね。え、近いよ。いや、だって何もないよ。何もないですよね。ポンポン、そう、ポンポンポン聞こえるんですよ。結構近いよ。何の音？長っ。やばかった、逃げる。ですね。あ、近くつくとどんどん激しくなってくる。ちょっと待って待って、おかしくない？こっちからも聞こえてくる。水が流れる音かな。その音？の可能性もありますよ。あっちの方でブクブクブク、なんか、ちょっとあの太鼓みたい。止まった。お前乗ってんの怖えな、逆に。
本当と？なんか飛んで。ん？本当と？なんか飛んで。ん？本当と？なんか飛んで。ん？本当と？なんか飛んでる。本当と？なんかトンネルの方から変な声が聞こえてるね。しましたよね今。大丈夫山田さん。大丈夫なんか。うん、あれまーって。ほらワクワクするぞ。そこがいけるし。なんだ今なんか今のやばい音。いやー中間あたりで、あ、この辺だ。その辺ですね。結構あれですね、まだね、道路これ舗装とかされてるから、あ、まだ今いいんだけど、もっと昔なんかこう何なんか砂利道みたいな。あーうーわこんなとこに通り、これ一人で行きたくねえわな。こんな感じなんだ。え？こんなのこれ売ってんの？いらない。うおびっくりした。切りか。ポンポン押さりもありましたね。これはちょっと、ここはちょっと買いたくねえよ。逆にお金損じゃん、うん、こんな土地買った、こんな草ぼうぼうの土地なんか買ったっていいことないよって。こんなとこ住みたくない。それ絶対住みたくないです。ここは絶対住みたくない。まあ、トドマツさん言い訳はこっちは危ないですよ。あ、そうなんですか、うん。過去に地元のやつらで、はい、首がないやつ歩いてる、見たことあるやつが何人かいる。やばいな、それは、うん、そういう目撃情報がある、うん、首なしが歩いてる。や、不気味だね。結構不気味ですね、うん、あのこれ車で入れるんだよ、ずっと、ま、駐車場もあるんだよ。でもいいですね、なんか車あれ車でこあれ来るんじゃなくて、こうやって歩きで下見的な、うん、車だと覆われてるから、結構バイクで入ってくる気持ち悪いけど、だんですね、確かに体が人にこうちょっともうさらけ出せるからちょっと嫌ですね。これ途中だって売れないでしょ。いや売れない、売れない。こんなとこ逆にお金出して買うんだったら、逆にあれお金もらいたいぐらいだもん。でこっからなんか除草剤やらいろいろ撒いてどうにかしなきゃいけないっていう、大変じゃんって。
ちょっと気持ち悪いからちょっとなんか変な汗出てる。確かに。おお。あ、ここなんか。もうそこに書いていろんなこと書いてある。やばいですね、写しちゃ、うん。ここは処刑場です、ね。やばい。うん、あの確か看板とかも全部取った。おお。ああ。いいです。鳥肌が立ってきたんだけど。でここはあのトドマスさんが言ってた通りに、うん、道が途中で一回こうやって分かれてる。行きこっち通ったなと帰りこっち通らなきゃいけないっていう。あ、そうなん。うん、で。なんかちょっとあれですね。すいません、なんか電波が悪い。いや、電波は悪くないんですけど、なんか切れるんですよ、結構。ここから道が分かれてるんだ。あ、はい。こっちから通ったんだったら、仮にこっちから帰ってこないといけない。あこれが、うん、ここでやってたっぽい。おおって。トンネルは明るいからさ、まだそれもないけど暗いからさ。ああ、確かに。ずっといるの、見てるの。な。ちょっとすいませんね。なんか海がすごい荒れてますね、なんか。多分台風の影響じゃないですか。やっぱり台風が近づい、まあ、あれ今日のあれ今何時だ。あ、もう1時やるか。まあ、大体午後ぐらいですね、台風が。だからまあ、多少は台風の影響もあって波が、あれだと思いますよ。みたいですね。のああ。でもなんか、そうでもなんか言いそうですけどね。ああ、でも あそこでやりたいのかな。ん？トンネルでやりたいのかな。ああ、あのトンネル？さすがにそんなもうこれ以上やっちゃったらみんな飽きじゃん。結構山田さん結構長くやるじゃん。やりますね。
もうさすがにちょっと俺もちょっと怖いっちゃいますけど。うん、そうですね。ただなんかあんまちょっとやっぱ一番そのじっとしてるからはやっぱ、うん、飽きる人はとことん飽きちゃうからな、うん、そっち？ここの先が。まあこんな感じですね。ですけど。あんまりじっくり中継しなかったけど。まあちょっとじっくりしなかったけど、やっぱ。まあこんな感じですよ、ね。うん、こんな感じですみたいな。まあトンネルばっかりじゃなくて新鮮さを。あれ新鮮さをちょっと与えるって言い方ちょっとあれですけど、ここはだからあのここに処刑場があって、はい、あそこに一家真珠のトンネルがあって、はい、あとねその一家真珠のトンネルのさらにちょっともう一本先の方にあの新しいトンネルがあるんだけど、そこのトンネルの上が火葬場なのよ。あ、火葬場なんだ。そう、だから多分ねここすごいね出るんだと思うんだよね。その火葬場は昔1回だけ入ったこと。あ、1回だけだ。1回だけ。あ、山道みたいなの上がって山の上にあの何だっけ、その火葬する窯とかもある置いてあって。ああ何これと思ってみんなで見てた。ああそうなん。そしたら火葬場じゃんって話になって。ここいくら土地売却しても絶対みんな買わないって。買わないね。絶対買わない、うん、だってこれ土地買ったってこれ大変だもん。まだなんだろう、その手入れとかされた土地だったらまあ変わってもいいけど、で特にもうここ買いたくない理由はもうこれもう心霊スポット近く近いし、もうやだ、うん、まずそれでやだし絶対です。いやこんなとこ買ったって多分自分の家しかなくてみんな建てないじゃん。建てないですね絶対。ちょっと安そうだけど、安そうだけどちょっと、うん、遠慮しとくかな。であとねこのね山を、うん、飛び越えて裏川が刑務所なの、うん、最悪、うん、だから過去に、はい、受刑者がなんか脱走したことがあってこっちになんか山よじ登ってこっちに逃げたんだって。やば、まあ、すぐ捕まったみたいだけどそういうこともありえるわけじゃないですね。んやばい場所は使えないから公園になったりします。ああまあね、ただうん公園するのもどうかなとは思うけど、ちょっとでもたこんなとこに公園作ったってみんな来ないよ。こんなとこに公園作ったって。山本さんまだやってんのかな。まだやってんじゃない。すごいですね。多分やってると思うよ。俺も結構 80% ぐらいも回復したわ。すごい。間違えた。気分は良くないですね。悪いことあったら場所のせいにしそう。あーですね。なんか。あ、やってますね。あれ声が聞こえなくなった。あれ
電波悪いのか。どうなんだ。こっちが悪いのか。まだ中継するネタがあるっぽいようなやり方でやってる。ですね。ただ。気分が悪いときは離れてくださいね。ああ、チカさん了解です。ただもう2時だ。だからもうこれ場所移動しないとまずいですね。で、あそこ行くんだったら多分これ買っても30分ぐらいかかるのよ。ああ、じゃあもうあれですね。ただ今2時だから2時半、着くのが2時半。今すぐ移動しても2時半ぐらい。まあできて1時間だね。だってそれ以上やっちゃうと明るくなってきちゃいますもんね。そうだね。もうそれ1時間やともう3時半ぐらいだ。多分1時間できないかもしれないし。なあ、もう明るくなってきちゃったらちょっとそれであれですもんね。取れすぎだ。トンネルで。よし、出た。とりあえず俺もこれ充電がやばいんだよな、両方。移動してるときちょっと充電しないと。ですね。え、このとこバイク飛んの嫌だ。自分がじゃない。自分がじゃない。いや、新聞配達じゃないですね。新聞配達じゃないです。違うんだよ。いや、だって新聞積んでなかったんで。歩いたんだ。いや、ここやだよ。絶対ここ嫌だって。もう警備員とかでこう見回りで一人行くのも嫌だね。絶対嫌ですね。懐中電灯これさ嫌ですね。これあと武器ちょうだいってなっちゃいますね。なんか警棒みたいなの持たされるんだろうよ。持たされるだろうけどそれだけじゃ怖えよ。でも幽霊出てきた時意味ないよね。意味ないですね。それだけもう幽霊出てきたらもうあ、もうそんなのバンバンやってても一切効かないんで。もう対人間とかだったらさ、いいけどさ。殴っても効くけど。あれ、人間対幽霊だったら幽霊の方が勝っちゃいますからね。なんで？なんで切れるんだろう、変なの。なんかすごい変ですよね、なんか、うん。多分これあれだな、ツイッターにこのモイアンドリドが今日配信中で心霊ダブル配信のあれがすっげー言ってんだろうな。多分ツイッターは多分あれ朝見たらえみたいな。何これみたいな。いやーえぐい量通知言ってるぞみたいな。だって原付取ったらやばい、一人で行けちゃうもんね。行けちゃいます。だって多分島内からここ来るんだって2時間ぐらいで来れちゃうよ。多分行っちゃいますね。リュウさんあれ横浜で待ってから来てね。全然そういうこともできちゃう。できちゃいますね。まあ逆に言えばあれ都内ってあれか、埼玉も近いのかね。埼玉は全然近いですよ。ああ、じゃあすぐ行けちゃうね。埼玉すぐ行けちゃいます、うん。ただ問題バイクの止め場ですからね。自転車と違ってそこら辺止められないじゃないですか。そうなんです、あの中継に取られちゃう。そうだからちょっと結構そうあれ場所を探さなきゃいけないっていう、うん、結構ちょっとまあ面倒くさいって言っちゃあれですけど、うん、ちょっと大変みたいな。あれどこだっけ、ここだよね。あれここら辺じゃなかったですか。あ、ここら辺で、ここだ。ここが、うぅ。
ちゃうまあ確かにバレちゃいますね、声って声のあれで。でもここ住みたくねえな絶対。もうこれなんか廃墟化してんじゃん。なんか結構これ新しそうですけど、ちょっと住みたくない。ちょっと遠慮しとく俺だったら。絶対やだ。何人か住んでそうですけど。知らないで住んでるのかね。の人もいるし、なんか多分後と住んで知っちゃう人もいるんじゃないですか。やっぱり。後々知って知っちゃう。ただ絶対ここ行きたくない。とりあえず電池ないからあれ、次の場所までちょっと配信切っとこうかな。多分みんなもちょっとあれですもんね、その多分ずっと同じとこ見てたって飽きちゃいますもんね。だからちょっとあの電池も両方ないんで、ちょっと次の場所まで配信をちょっと切っとこうかなって思うんですよ。あー、 X さんありがとうございます。 ありがとうございます。2時になります。じゃあちょっと次の心霊あれ、次のとこまでちょっと配信をね、一旦ちょっと電池もないんで、ちょっと一旦切らせていただきます。